光秀が光月城にて戦う中、播磨では別所長春らの織田家離反による混乱が深刻さを増しつつあった。事態を重く見た信長は播磨平定を最優先として光月城で戦う秀吉や光秀に撤収を命じる。信長の指示に戸惑う光秀だったが、光月城に残るという鹿之助の決意を汲んで一路播磨へと向かうのであった。播磨平定戦。利光、あの一件はどうなっている？織田を脅かす影の正体はつかめたか？方々探りは入れました。なれど、これといった手がかりは得られず、申し訳ござらぬ。こうなれば、半蔵殿を頼るのも手かもしれませぬ。あの御神、元は伊賀のラッパゆえ。それも一手かもしれないな。半蔵殿ならば、俺たちでは届かない手がかりも得られよ。こたびは織田の強者が一堂に会する大戦となろう。奴の狙いが織田の瓦解ならば、必ず何か仕掛けるはずだ。この戦で影の尻尾をつかまれば。利光、お前も細心の注意を払ってくれ。はっ。止められるもんなら止めてみろ。せいぜいあがけよ、明智殿。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。別所は城へとこもるか。ならば城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様へ、鹿田城を無事制圧したとのこと。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に鹿田城へ進軍せよ。旅の戦、総大将は二人、いずれも守り抜かねば。今だ、織田信忠を討ち取れ。伏兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。鹿田城に伏兵が。援護に向かえ。なんとか間に合ったが、今は目の前の戦いに集中しねえと。救援感謝いたす。しかし奴らはどのように潜んでいたのだ。ここまでは全て想定通り。いでよ、織田勢を追い詰めるのだ。織田の手勢が攻めてきたぞ。皆迎撃に当たれ。開門。見えた。この身より伝令です。付近の城に敵が続々と集結中とのこと。横腹を突かれては面倒だ。先んじて城を落とす。あの方からの敵襲は想定外。敵もなかなか考えているようだ。織田の本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。開門。救
承知した。恩人を狙うか。到達より早く奴らをほふらねばな。城に集結した敵は概ね敗せたようだ。これで横槍は入れられまい。任されよ。織田は四方城へと進んだか。そうだ、それでいい。妙だ、敵の動き、あまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。本陣は守られた。しかし直ちに攻勢に転じようぜ。信長が本陣の防備に気を取られた今が好機。あちらの城を落としてしまえ。開門。よし、俺らこの城敵に渡してなるものか。申し上げます、毛利の増援が戦場に接近中です。厄介事がまた一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必至か。討ち死に。任されよ。俺の刃から逃れられると思うな。友軍の城は守り抜けたが、今は三木城攻略を急がねば。神代湖兵前線へ向かえ。兵の士気を高めれば優位に戦えよう。有岡城からようやく来てみりゃ、なかなか押されてるみてえだ。ならば反撃の糸口を作るべく敵を後方より脅かしましょう。敗北条件変更。秀吉が参った。戦況も幾分か好転しよう。秀吉間に合いやがった。下手に動かれると面倒だ。知っていたのか。おっと、敵のお出ましだ。オイラたちを足止めするつもりか。出ろ。奴らを進ませてはならぬ。急ぎ援軍を潰すのだ。任されよ。その刃、すべては破壊のために。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。分かった。ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。城に到着しました。みんな攻撃を開始しろ。何、後輩の城が攻められているだと。前線の兵を三木城へ回せ。守りを固めよう。開門。敵が前線より後退するようだ。この機を逃すな。全軍追撃せよ。どうやらここは敵の要所みてえだな。全力を集中させて落としとくか。よっしゃ、制圧成功だ。城内の兵糧が心もとないが、まもなく二打が到着する頃合いか。三木城の兵站は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。開門。三木城は兵站を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば籠城も諦めよう。よし、三木城は健在のようだ。わ
我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来たな毛利。三木城攻略とは承知。飛ばせ。奴らの対処に当たらねば。勝利条件変更。敵城へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。毛利の増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。織田に兵端を断たれたか。こうなっては撃って出るしかあるまいな。開門。三木城が開門した今こそ好機。災いをもたらす者の承知承知。速やかに穿ち抜かん。兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。上との戦いは避けられぬだろうな。三木城へは到達できなかったか。織田は読み以上に兵力を残していたようだ。援軍が全て敗走だと。私は織田に逆らうべきでは。三木城より入れた将来は穿てたようだ。みんな引き続き敵を殲滅せよ。それがしなどが天下無双に至れようとは織田の討滅かなわなんだか。無念なり。たやすきこと。討ち死に。手はず通り織田本陣の近くに出たぞ。さあ奴らに奇襲をかけてやろうか。本陣近くに毛利の手勢か。あやつらいかように進行を。懐まで敵の侵入を許すなどありえるものか。内通者が手引きをしない限りは。だが待てよ。おお、毛利が陣深く。さて誰が引き込んだのや。度重なる進行もここまでだ。この私が織田の野望を打ち砕こう。これだけの好機を生かせねえとは。もう俺は大したことねえ。打ち死に。やむを得ない。撤退しよう。織田め、次は必ず止めてやる。存外手間取らされたな。これにて播磨の制圧はなった。よく戻ってきた美月。それで鹿之助は。雨子はどうなった。なかった。うん、なんと。間に合わなかったって言ったんだ。俺が城にたどり着いた時には戦は終わってた。仕方ねえから城の近くにいた兵をとっ捕まえて事の顛末を聞いたよ。そいつの話じゃ。毛利元就れ。やった。ついに。
かがり、おいなれり。月は遠いな。そうか、鹿之助は銃で撃たれて。方には耐えられねえ。待て、美月。殿、急ぎ美月を。鹿之助、俺はお前を。ダメだ。俺はもう惑わないと決めたはずだ。天秤に浸るのはさぞや心地よかろう。信長、魔道だか、十兵衛。何をバカな、俺は。やっぱり根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う、俺は変わった。正しきをなすために。鎌倉は魔王の懐にいらぬ。よう、どうしたよ美月。すっかりしおれちまって。全部桃地さんの言う通りだった。親父は最低な冷血感だったよ。いや、もうあんな奴は親父でもなんでもねえ。くそ、俺はこれから何を信じれば。お前、忘れろって言ったのによ。まあそれも無理な話か。美月、俺はな、次期織田を討つつもりだ。なんで。ここ最近の織田のやり口には俺もほとほと呆れてね。伊賀忍団棟梁としてもはや奴らと同じ道は歩めねえ。お前だって実の父親を殺した信長が憎いだろう。なら敵を討たねえと一生苦しいままだぞ。これ以上天下一新のための犠牲が増えるのはごめんだ。信長を倒して、それが止められるなら。決まりだな。じゃあ行こうぜ。これ以上この地にとどまる意味はねえ。花は咲いたぞ、織田殿。さあ、あんたはどう出る。